憶の大精霊フォギー、想像以上に危険な存在。私はなんてものの封印を解いてしまったの。忘れてしまう。欠けていく、消えていく、失われていく。私のすべてを忘れてしまう。歌う喜びも、カルミナとして立った舞台の高揚感も、あの人への生まれて初めて抱いたあったかい気持ちも全部、ああ忘れてしまう。私これまでどうやって歩いていたの？呼吸は？鼓動は？私どうやって？私？私って何？誰？それすらも忘れて？いつまでも他人行儀なのはどうかと思うぜ。一緒にサレンディア救護院で仲良く同じベッドで寝て、食卓を囲んで共に暮らしてる家族だろ。ほらプーキチもこう言ってる。まあアヤネは同じ年頃の連中に比べてもガキっぽいからな。あんまりお姉ちゃんって感じがしないって言われたら実際その通りなんだけどさ。ひどいよプー吉、一言余計なんだから。いつもあんまり意地悪だと燃えないゴミの火に捨てちゃうよ、うん、あれごめんなさい、今のは嘘。冗談冗談、私ったら心にもないことを言った。こんな悪い子のところにはサンタさんも来てくれないね、うん。絶対に捨てたりしないから、プー吉といつも一緒。わあ、ちゃんと前見て歩かないと転ぶよ。あやねちゃん、すごく寒くて路面が凍結してるから。くるみ大丈夫？ダメだな。あやねちゃんを偉そうに注意しておいて自分が転びそうになっちゃった。怪我してない？気をつけてね。うん大丈夫だよ、お兄ちゃんがとっさに抱きとめてくれたから。ありがとうお兄ちゃん。もうじき楽しいクリスマスなのに怪我してベッドから動けなくなったりしたら最悪だもん。うんうん、イブには救護員のみんなでパーティーもするんだし、怪我したり風邪ひいたりしてたら大変。せっかくのクリスマスが嫌な思い出になっちゃうよ。本当に楽しみ。救護員のみんなと初めて一緒に過ごすクリスマス。目いっぱい盛り上がっちゃおう、サレンディア救護員のみんなで、家族でね。うん、救護員の全部を飾り付けしておっきなクリスマスツリーを飾って、パーティーの日には歌って踊って眠くなるまで遊んで。いやー、こんなでかい七面鳥と甘いケーキを食べちゃうの楽しみ。それで幸せな気分で眠って、朝起きたら枕元にはサンタさんからのプレゼントが。夢みたい。はあ、もう早く
こいこいクリスマス。あれ、お兄ちゃん元気ないね。あんまりクリスマスが楽しみじゃなかったりする？あ、お兄ちゃんは記憶喪失だからクリスマスが何かわかんないんじゃ。ん？でも私お兄ちゃんにクリスマスの説明したよ。お兄ちゃんは新しく覚えたことはあんまり忘れないはずだけど。お兄ちゃん急に動いちゃダメ、びっくりするから。お兄ちゃんいきなり走り出したね。どうしたんだろう。あれ見て、あやねちゃん道端に誰かが倒れてる。さんあ、ほんとだ。あの人誰だろう。お兄ちゃんの知ってる人かな。なんか名前を呼んでる。わかんないけど、こんな寒いのに道端で寝てたら凍死しちゃうかも。とりあえず屋内に運ばないと。お兄ちゃんその人運べる？任せたから。私たちは救護員に先に行って暖炉とかの準備しよう。くるみ。起きた。大丈夫？今すぐ暖かい場所に連れてくから死なないでね。死とは何でしょう。怖い怖い。うわ、暴れちゃダメ。死？それは確か失われるということ。欠けてしまう、忘れてしまう。うわ怖い。私はそれが怖い。来る来る、あいつが来る。モギーがやってくる。全部忘れて死んでしまう。目覚まさないね、この人は。大丈夫かな。わかんない。なんか全身ボロボロだったし心配だよ。魔物とかに襲われたのかな。こんな街中で？確かに最近よく街の中にまで魔物が入ってきたりして騒ぎになってるけど、それよりも服とかまでボロボロでかわいそうだし着替えさせてあげたいな。私たちのやつだとサイズ合わないだろうし、ママサレンのお洋服とか借りてこようか。うん、ママサレンはお仕事で家を空けてるけど、後で事情を話せば分かってくれるはず。うん、でもお着替えの前にこの人泥だらけだから拭ってあげたいな。私お水を汲んでくるね。あ、今の季節は水が冷たいからちょっと沸かしてぬるま湯にした方がいいかも。あやねちゃん火使っちゃダメって言われてるし、私がやるね。うん、なんでくるみはよくて私はダメなんだろう。不器用だからかな。私も何かしたいな。いい子にしてたらサンタさんがプレゼントをくれるはずだし。でも素人が手出しちゃダメだよね。スズメが呼びに行ったお医者さんを待つべき。スズメお姉ちゃんちょっと前に出て行ったきりで戻ってこないね。お外は雪が降り始めてるみたいだし、また滑って転んだりしてるんじゃ。ありえる。年の瀬でお医者さんも忙しくて順番待ちしてるのかもしれないけど、最近どこも事件や事故ばっかりで怪我人も多いみたいだしね。あれ、今足音がしなかった？本当だ、スズメお姉ちゃん帰ってきたのかも。
かな。私その子の地下の仲間、名前はのぞみ。カルミナっていうユニットを組んでアイドルをやってるんだけど、知ってる？ごめんなさい、わからないです。私たちの知名度もまだまだか。大きなお友達のファンは爆発的に増えてるけど、若年層へのアピールが足りないのかも。ともあれ、さっきあの人が連絡してくれてね、慌てて仕事をおっぽり出して駆けつけてきたんだけど、チカ大丈夫なの？わかんないです。スズメお姉ちゃんが簡単に魔法で手当てしてくれたので傷とかは塞がったんですけど、なぜか目覚まさなくて。なんかすっごいお世話になっちゃったんだね。チカに代わってお礼を言わせて。ありがとう、ありがとう、愛してるよ。うわ、抱きしめちゃ嫌。普段は握手だけで大喜びしてもらえるから嫌がられるのが逆に新鮮かも。なんてね、そんなこと言ってる場合じゃないか。どうも冷静じゃないな。深呼吸して気持ちを落ち着けよう。まったくもう、チカったら真面目で問題を起こさないいい子に見えて意外とたまに暴走するよね。だから言ったのに、危なそうだからやめた方がいいって。あ、説明しとくね。この子、チカは召喚師っていう珍しい技能者で、精霊と契約することでいろんな奇跡みたいなことができるの。今回チカはあちこちの伝承に名前が残ってる記憶の大精霊フォギーっていうのを探しに行ってたんだ。たまたま予定が空いて何日かオフだったしね。でもそれからすぐに音信不通になって、今の今まで行方不明だったんだよ。すっごい心配してたんだ、私ももう一人の仲間の紬も。とりあえずチカが見つかって一安心だけど、意識が戻らないっていうのが不安だな。どうしたんだろう。普通に考えると、チカが探してたフォギーっていう精霊に何かされたのかなって感じだけど、精霊についても召喚師についても私は門外漢だからよくわかんないし。そういえばこのチカっていう人、気絶する前にその名前を口にしてました。フォギーがやってくるってすごく怖がってたような。フォギーってやつが危ない魔物とかで、チカは襲われて逃げてきたのかな。まあ横でごちゃごちゃ騒いでても仕方ないか。ごめんだけど、ちょっとの間だけチカを任せてもいい？私一旦事務所に戻っていろいろ報告だけしときたいんだ。チカが目覚ましたら仕事の方は私たちが何とかしとくから、ゆっくり養生してって伝えてね。お世話になったお礼はいつかするから。我ながらなんだかちょっと薄情な気もするけど、ファンたちが待ってる一身上の都合で仕事に穴を開けられないよ。のぞみお姉ちゃん、夢中でチカって人に抱きついてる。お仕事優先っぽく言ってたけど、やっぱり仲間が大事じゃないわけがないもん。チカ？どうしたの？どっか痛い？大丈夫なの？お客様の中にお医者様はいませんか？落ち着いて。そんなに揺さぶったらまた気絶しちゃうから。
痛くても苦しくても何も言わないから、こっちが察してあげなきゃいけないのに、私は鈍感でちゃんと考えてあげられなくて、ごめんね、チカ。もっと真面目に止めるべきだった。なあ、チカが何かしたいなら手伝うべきだった。だって私、チカを無理やりアイドルにしたんだから、今度はこっちの番だったよね。なのに私、プライベートには干渉しないのがアイドルの流儀とかカッコつけてさ。だから落ち着いてください。そんなに強く抱きしめたら普通に呼吸ができないから。ことをされては困ります。それは主様と救護員の皆様のために作った料理ですから。なんか本気でヤバそうな声がする。私先に行くね。チカー、何をしてるのかわからないけど一旦ストップ。よそ様に迷惑かけちゃダメだよ。何これ、どういうこと。あやねちゃんも変な感じだし、次から次へとよくわかんないことばっかり起きる。どうして。もうじき楽しいクリスマスで、待ってるだけで幸せが訪れるはずなのに。チカ、何してるの。うわ、お洋服が食べかすとかでぐっちゃぐちゃだよ。どちら様でしょう。こころちゃん、この人たちはなんかお兄ちゃんの知り合いみたい。
ふむ、主様のお知り合いの方でしたか。ならば多少の狼藉はおめこぼしすべきかもしれません。せっかくの料理を台無しにされて、だいぶ腹に据えかねているのですけど。お鍋とかひっくり返ってるね。これ全部チカって人がやったのかな。その方はいきなり飛び込んできて、お鍋に顔を突っ込んだのでございます。何事かと思いましたよ。私超びっくりいたしました。チカ様とやらはそのまま舐めるようにすべての料理を平らげてしまって。おっしゃっていただければ普通に昼食を振る舞いましたのに。ごめんね。なんでそんなことしたの。チカ、お腹が空いてたの。チカ、あれ、なぜか無言で突っ立ってる。どうしちゃったの。私にはチカがわからないよ。チカ、どうして笑顔で近づいてくるの。なんか怖いよ。なんですり寄ってくるの。いや、ダメ、かすぼった。ゴラゴラ、なめちゃダメ。そういう技はカルミナには必要ないから。そういうのを求める声もあるけど、私は古き良き清純派アイドルを目指してて。はっ、いた。噛むのはもっとダメ。歯型とか残ったら変な噂が流れちゃうでしょ。おお、なんか満足そうな顔で倒れた。本当にどうしちゃったの。チカ、何がしたいの。わかんないよ。食器棚の端を持ってね。一緒に動かすよ。せーの、よいしょ。あ、ごめんね、乱暴で。勢いつけすぎだったかも。怖かったよね。大丈夫です。ごめんなさい、私怖がりで。それよりもお仕事の方は大丈夫なんですか、のぞみお姉ちゃん。うん、さっき通信魔法で事務所に連絡したんだけど、仲間が魔物に襲われて大ピンチって説明したら、みんな納得してくれたみたい。嘘はついてないんだけど、私たちのステージを楽しみにして集まってくれたお客様たちに歌や笑顔を届けられなくてちょっと残念。紬が一人で穴埋め企画をやって、ファンのみんなに満足してもらえるように頑張ってるけど、後で紬にすっごい文句を言われそうだな。あの子ったら怒りっぽいから。うん、自分もできればチカのところに駆けつけたかっただろうし、その点について不満がありそう。なんでこんなことになっちゃったんだろう。あ、ごめんね、ため息とかついちゃって。アイドルは笑顔が命、暗くなってっちゃダメだよね。頑張れ私、スマイルスマイル。すごいな、前向きで。私はいつもビクビクしてうつむいてばっかりだから憧れちゃいます。えへん、そう言ってもらえると嬉しい。ちっちゃい子に憧れられてこそアイドル。のぞみお姉ちゃん、本当にアイドルの人なんですね。そんな人と
こうしておしゃべりとかしてるのって不思議な感じです。アイドルってもっと遠い人だと思ってました。そんなことないよ。最近は会いに行けるアイドルが主流だし、私は昔ながらの理想像としてのアイドルが好きだからあんまり馴染めないんだけど、そういう時代だもんね。ファンの人たちの近くにいられればその表情だってわかる。元気がなかったら励まして慰めてあげられる。みんながその瞬間に欲しいものを適切に与えられる。誰かを笑顔にできるんだ。それは多分顔の見えない100万の有識者に評価されるのと同じか、それ以上に尊くて価値があることだよね。すごい、のぞみお姉ちゃんキラキラ輝いてます。なんか語っちゃって恥ずかしいな。あんまり偉そうなことは言えないんだけどね、カルミナはまだまだ駆け出しの何者でもないひよっこだから。だからこそこんなところでわけわかんない理由でつまずいていられないんだ。絶対に地下を元通りにしてみんなが待ってるステージに帰るよ。はい、私たちもお手伝いしますね、お兄ちゃん。お、今何でもするって言った？ほほう、どうしてくれよ。あ、のぞみお姉ちゃん悪い顔してる。おっとっと、ごめん、今のは忘れて。お姉ちゃんとか呼ばれると照れちゃうな。私一人っ子だから妹ができたみたいで嬉しい。君も同じ気持ちなんじゃない？いいよね、家族って。帰れる家があるなんて。この広間もクリスマスの飾り付けとかされてて、すっごい幸せで満ち満ちてる感じがする。そんなところを荒らしちゃって本当にごめん。のぞみお姉ちゃんのせいじゃないですから。もちろんあの地下っていう人も悪くなくて、ホギーっていう魔物が悪さをしてるんでしょ？推測だけどね。あと魔物じゃなくて大精霊。それは魔物とは違うんですか？わかんない、私から見たら同じようなものなんだけど、そう言うと地下は違うっていつも反論してた。精霊っていうのは何かもっと優しい世界や人類を見守る存在なんだって。私はほんと詳しくないし、専門家の意見が聞きたいな。今地下の師匠筋にあたるおばあさんを呼びに行ってるんだっけ？はい、その人とはコッコロちゃんが趣味で参拝してる神殿でよく会って話す知り合いだって言うから、コッコロちゃんが急いで呼びに行ってます。趣味で参拝って、スズメって子が呼びに行ってるお医者さんと同じように今は到着を待つしかないか。はあ、何もできずに待つだけってしんどいね。味わってる？何してるの、チカ。お腹が空いたの？さっきあんなに食べてたでしょ？お鍋を空にしちゃうぐらい。
ダメだよ、アイドルはちゃんと食べるものにも気を使わないと。そんなぬいぐるみとか食べたらお腹を壊すからね。多分雑菌まみれだし消化できないし。雑菌まみれじゃないもん、ちゃんと洗濯じゃなくて、たまに一緒にお風呂に入ってるから。あと、プキチはぬいぐるみじゃなくて私の大事な家族なの。ごめんね、ちっちゃい子にとってはぬいぐるみも家族だよね。だからぬいぐるみじゃないもん。ブキチは本物のパパとママが私が寂しくないようにって連れてきてくれた友達で家族なんだよ。私がしょんぼりしてるとブキチはいつも頼もしく声をかけて慰めてくれた。私が泣いてるとモフモフしたお手手で涙を拭ってくれたの。泣くなよ、あやね。明日はきっといい日になるって。泣いてちゃ美人が台無しだぞって。プキチだけはいつも言ってくれたの。それなのに、さっきからプキチが喋らないの。声が聞こえないよ。どうして？偽物のパパやママやお医者さんが言ってた通りに、全部私の妄想だったの。本当は、プキチの声なんか聞こえなくて当然だったの？違うもん。プキチは生きてるし、おしゃべりするの私には聞こえるの。でも今はプキチが喋ってくれないんだよ。どういうこと？わかんないですけど、落ち着いて、あやねちゃん、大丈夫だから。私やお兄ちゃんが、家族がいつでも一緒にいる。寂しくないからね。よしよし。くるみ。抱き合っちゃって。この子たちはいつもこんな風に支え合ってるんだろうね。本当にいいな、羨ましい。でも私たちカルミナだってゆっくり絆を結んで家族みたいに大事な存在になれるよね。一緒に泣いて笑って感動を共有するかけがえのない仲間に。チーカー、おいたはおしまい。プーキチちゃん、プーキチくん、そのあやねちゃんの大事な家族を食べないで、アイドルが子供を泣かせてどうするんだ。なんで泣くの？ごめんね、強く言いすぎた。本当にごめん、いつも偉そうにして。謝るから許して。でも私が教えられるのはアイドルのことだけだから、一生懸命それを伝えようとして。のぞみお姉ちゃん、泣いてる子は抱きしめてよしよしってするんです。こんな風に。うん、なんで君まで当たり前のようにあやねちゃんを抱きしめてるのかな。タイはないんだろうし、みんなは家族なんだろうけど、一応相手はお年頃の女の子だからね。え、なんか変でしたか？お兄ちゃんよく抱きついたり頭撫でたりしてきますけど。うん、その件については後で話し合おうね。それよりも今は、ちーかー、さっきは怒鳴ってごめん。抱きしめてあげるから泣きやんで。よしよし。ほら、落ち着いてきた？私の鼓動を感じる？よしよし、よしよし。笑った。よかった、泣き止んでくれた。ママ。ん？ママ。ママ。ママ。あれ？
ゃないよ。え、でもママでしょ。あったかい人はママだから。あ、また泣きそう。よくわかんないけど、わかった。望まれた通りに振る舞うのがアイドル。私はチカちゃんのママだよ。ママ、ママ好き、大好き。いつも歌うと褒めてくれるでしょ。上手だねって。だからね、チカはそれが嬉しくてね、いつも歌ってるの。褒めて褒めて、ママ。チカね、こんなに上手に歌えるようになったよ。ルー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 ル。ねえ、ママも一緒に歌おう。え、ママって私だよね。ちょっと待って、どうせ歌うならちゃんとしたい。喉を調整する。歌うのが大好き。うん、知ってる。だから仲間に誘ったんだ、カルミナの。チカの歌は世界一、たくさんの人を幸せにできる、夢を見させられる。今日も一緒に歌おう。声を揃えて元気よく、私たちのカルミナの歌を。カルミナ？ごめんなさいママ、チカはよくそれを知らないのだけど。大丈夫、私が先に歌うから調子を合わせてついてきて。毎日毎日たくさんレッスンを重ねて、それはもうチカの血肉になってるはずだよ。みんなお待たせ、私たちは歌って踊れるアイドルキルト、カルミナでーす。あ、何かが始まった。すごい、のぞみお姉ちゃんやっぱりキラキラしてる。ありがとう。みんなはそこで聞いててね。たまに愛の手を入れて笑顔で盛り上がって。うんうん、できれば一緒に歌ってほしいな。ちょっとノリだけで行動してる感じがするけど、突発的なミニライブを始めるよ。イエーイ、みんな盛り上がっていこう。イエーイ。何これ、ちょっと楽しい。うん、ブキチがおしゃべりしてくれなくて落ち込んでたけど、一瞬だけでもそれを忘れられそう。はーい、そこなるべく死語はしないでね。マナーを守ってライブを楽しもう。伴奏もなくて垢抜けない感じだけど、きっと満足させてみせるから。いくよ、カルミナオンステージ。はぁ、どっと疲れた。お疲れ様。お茶よかったら飲んでいいよ。ありがとう。こう寒いと喉を痛めやすいしね。水分が欲しかったから助かっちゃう。で、あれ、あやねちゃん、かわいい格好をしてるね。そうでしょ。これクリスマスを過ぎたら着られなくなると思って、なるべく救護院の中ではいつも着ることにしてるんだよ。ちょっと時間があったから着替えてきちゃった。私だけ変わった格好をしてたらおかしいから、くるみも一緒に着替えさせたけど。似合うでしょ。クリスマスパーティーのためにスズメが作ってくれたお洋服。スズメはドジだけど、お料理以外のことは得意なんだよ。ブー吉が破れたりしたら作ろってくれたりするの。そっか、カルミナにもお裁縫がすっごい上手な仲間がいるよ。つむぎって言うんだけど、いつも何かお洋服とか縫ってる。つむぎ？その人の名前で、さっき救護院宛に荷物が届いてたよ。チカって人の着替えとかが入ってた。チカって人、お洋服が汚れたり破けたりしてたからね。さっきくるみが楽しそうにお着替えさせてたよ。
あれもクリスマスっぽい衣装だったな。へえ、さすがつむぎ、よく気が回るよね。お仕事も全部一人で処理することになって大変だろうに、ちょっとした空き時間にこっちのフォローもしてくれてるんだ。こっちも慌ててたし、あんまり通信魔法で事情を説明できてなかったんだけど、すごいな、アイドルじゃなくてマネージャーとしても大成するかも。のぞみお姉ちゃん嬉しそう。仲間のことが大事なんだね。もちろん、一緒にユニットを組んでるんだ。運命共同体だよ。大事な仲間で家族、あやねちゃんにとってのプーキチ君と同じかな。さっきはなんかひどいことを言ってごめんね。ぬいぐるみだとかなんとか。ううん、そういう風に思われるのが当然って、私も子供じゃないから分かってるもん。多分私の方がおかしいんだ。ぬいぐるみとおしゃべりできる方が変なんだ。でも私にはプーキチの声が聞こえたの。本当だよ。今はなぜかプーキチと会話ができなくなってるけど、なんでなんだろうね。タイミング的に関係ないわけがなさそうだし、それも記憶の大精霊フォギーってやつの仕業かな。何者なんだろうね、そのフォギーって。わかんない。チカがまともな状態なら説明してくれたんだろうけど、今は幼児対抗してるし。はい、次はチカちゃんの番。どっちだろう、どっちがジョーカーじゃないやつだろう。どっちでしょう。こっち。わあ、すごいねチカちゃん、ババ抜き強い。見事にジョーカーを回避した。すごいでしょう。うん、じゃあ次は七並べで勝負だよ。負けないもんチカ。ごめんねくるみちゃん、チカの面倒を見てもらっちゃって。はあ、大丈夫です。ちっちゃい子の相手をするのは慣れてますし、ごっこ遊びみたいで楽しいですよ。救護院には私たち以外にもちっちゃい子がたくさんいるんだけど、いつもくるみがお世話してるんだよ。みんなに慕われてるの、くるみお姉ちゃんなんて呼ばれて。くるみお姉ちゃん優しくて好き。私もチカちゃんのことが大好きだよ。よしよし。ごめんなさい。チカちゃんさんもアイドルですもんね。気安く触っちゃダメ。いや、いいよいいよ、大丈夫。君がチカにベタベタ触ってたら叱るべき対処をするけど、相手はくるみちゃんだもんね。お兄ちゃんといえば、なんか今のチカちゃんさん、お兄ちゃんが初めて救護院に来た頃に似てます。ちっちゃい子みたい、っていうか赤ちゃんみたいで。そんなお兄ちゃんをいつも私やあやねちゃんがお世話して遊んであげたりしてたの。うん、言われてみればどことなく以前の君と今のチカには似てる気がする。君は記憶喪失で、つまり…なあ、何か確信に手が届きそう。ちょっと待って、真面目に考えてみる。考える必要はないぞ、アイドルのジョーちゃん。え、今のってチカ？どうしたの、そんなバンカラな喋り方して。グレちゃったの？
どうも育ちが悪いもんで、こんな喋り方しかできないんだよ。俺としてもこんな綺麗な声で乱暴な口を聞きたくないんだけどな。状況が状況だ、勘弁してくれ。あれ、ねえ、もしかしてだけど、プー吉だよね。私いつもおしゃべりしてたからわかる。その喋り方は絶対プー吉。お、やっぱり綾音には分かっちまうか。なんか嬉しいもんだな、こういうのは。プー吉。おっとっと、抱きついてくんなよ綾音。このチカって嬢ちゃん、ぬいぐるみよりよっぽど脆そうで華奢な子なんだしさ。プー吉プー吉プー吉、怖かったよ。もう二度とおしゃべりできないんじゃないかって思った。泣くなよ綾音。お前が泣くのは体の綿を全部抜き取られるより辛いんだ。俺はここにいる。いつでも綾音と一緒にいるよ、お前がそれを望んでくれる限り。うん、信じてる。プー吉といつも一緒。ああ、だいぶ意味不明だろうから説明しとく。つっても俺にもいまいちなんでこんな事態になっちまってるのかわからないんだけど、この肉体の中にチカって嬢ちゃんの心がある。そいつと対話してある程度は状況が把握できた。つうか俺よりも本人に説明してもらった方が早いか。ちょっと交代すんぞ。ほら、チカの嬢ちゃん、恥ずかしがってないで出てこいよ。みんな心配してるからさ、声を聞かせてやれよ。はい、おっしゃる通りです。プー吉さん。チカ？チカなの？よかった、正気に戻ったのかな。はあ、すみません、のぞみ、大変お見苦しいところを。ああ、私どうしましょう。のぞみをママなんて呼んで、あんな風に。うん、別にいいから。恥ずかしがるのは後回しにして、いろいろ説明してくれる？後回しにはできません。ああ、もう私は何ということを。恥ずかしくって、のぞみをまともに見られません。これから先どんな顔をして生きていけば。えい、アイドルチョップ。いた、ひどいです。のぞみ、殴ることないじゃないですか。いや、ごめん、チカは慎重で真面目なのはいいところだけど、一度落ち込むと延々と引きずるのは悪いところかな。うじうじしてる場合じゃないでしょ、ね。はい、そうですね。のぞみはいつでも正しいです。そんなことないけどね。とりあえずチカが元に戻ってよかったよ、本当に。安心はできません。あくまで一時的にプー吉さんの力を借りて表面に浮上しているだけです。かなり無理をしていますから、長くは持たないでしょう。私がまともでいられるうちに全部説明しますから。大変情けない話ですが、どうか皆さんでこの異変に対処してくれると助かります。全ての原因は記憶の大精霊フォギー。非常に強く偉大な、あまたの伝承に名を残している有名な精霊です。皆さんご存知ありませんか？いや、その名前は聞いたけど、私あんまり精霊については詳しくないから。そうですか。まあそうですよね。絵本などの題材にもなっているのですが、ともあれ、記憶の大精霊フォギーは名前の通り記憶を操る能力を持っているとされています。過去を忘れさせたり、逆に新しい記憶を植え付けたりできるようです。私はそれを聞いて、恥ずかしながら、あなたが失ってしまった記憶を取り戻す一助になればと思って、記憶の大精霊フォギーを探したのです。私は召喚師です。
精霊と契約し力を借りられますから。記憶の大精霊フォギーを刺激し、あるいは頼み込んで、あなたの記憶を取り戻させてあげられないかと。チカは…そっか、いろいろ腑に落ちた。そうだよね、チカはいつでも誰かのために全力を尽くす子だよね。アイドルの鏡だよ。私はチカを誇りに思う。いえ、私はそんな大したものでは。お世話になっていますし、恩返しがしたかっただけです。それに記憶の大精霊フォギーはこちらが思っていた以上に危険な、ほとんど魔物のような存在でした。交渉のできない、言葉の通じない恐ろしい怪物だったのです。私は数々の伝承を紐解きながら探し回り、フォギーが封じられている地へとたどり着きました。けれど何度も呼びかけたものの返事もなく、荒ぶるフォギーにいきなり襲われたのです。そして記憶の一切を奪われてしまった。結果として皆さんがご覧になったようなありさまになったのです。最初私が獣のように振る舞ったのは、人間としての記憶のすべてを奪われたから、本能のままに飢えたから食らう動物のようになってしまったからです。私は精霊の力に耐性がありますので、なんとか己の記憶を保護して心の奥底に隠しましたが、なかなか浮上できず、暴れ回る自分自身を見ていることしかできませんでした。その後なぜか私の中に飛び込んできたプー吉さんの助力もあって、わずかばかり記憶を取り戻しましたが、物心ついた以降の記憶がごっそり奪われたままの状態で、幼児のように振る舞うことになったのでした。ああ、お恥ずかしい。そんなに恥ずかしがることないよ、可愛かったし。チカっていつでも大人びててクールなのに、子供の頃はあんなに無邪気だったんだね。忘れてください。ああフォギー、今すぐみんなの記憶を消して。忘れないよ、チカとの思い出は全部大事な宝物。うんうん、誰にとっても思い出ってそういうものだよね。そんなのを左右しようとしちゃいけないんだ。君の助けになってあげたかったっていうチカの気持ちもわかるけどね。はい。ああもう何もかも恥ずかしいです。とにかくフォギーを何とかしない限り、私はまた記憶を奪われ、心の奥底に押し込められてしまいます。そしてまた皆さんに迷惑をかけてしまうでしょう。なのでどうかフォギーを倒してください。いえ、どこか遠くへ追い払うか、再び封じるだけでも構いません。フォギーの私への悪意ある攻撃を止めさせてください。自分で封印を解き目覚めさせておいて、こんなことを言うのは気が咎めるのですが、私は忘れたくないのです。全部、私にとってもみんなとの思い出は大事な宝物ですから、誰にも奪わせません。ひとかけらだって。でも確かにチカを苦しめるやつは地平線の向こうまでぶっ飛ばしてやりたいけど、そのフォギーってやつの居場所がわからないよ。手の出しようがないよね。そのフォギーが封印されてたっていう場所まで行けば会えるのかな。いいえ、会いに行く必要はありません。フォギーはすでにこの場にいます。そして記憶を失い醜態を晒す私をニヤニヤ笑いで眺めているのでしょう。それを感じています。私は召喚師ですから、精霊の気配がわかるのです。え、この場にいるの？どこ？怖いよ。正確な場所まではわかりませんが、フォギーは実体のない精霊です。
物質に取り付くことでしか現世に関われません。何かの中に入っているはずです。見つけてダメージを与えて炙り出してください。そうしたら私が他の精霊たちに頼んでフォギーの本体を滅ぼしてもらいます。私にそれをさせないためにフォギーは安全な物質の中に隠れているはずなのです。本体を晒したままだと無防備ですしね。何かの物質を防壁にしているはず。何かの中に入ってるの？私の中とかじゃないよね。何か普段と違うものはありませんか？フォギーに取り憑かれることで色や形状が変わっているかも。ここで暮らしてるくるみちゃんやあやねちゃん、君ならわかるかな？どうだろう。クリスマスの飾り付けをしてるから全体的に普段とは違っちゃってるんだけど。お兄ちゃんが動いた。フォギーがどこに隠れてるかわかったの？お兄ちゃん、どうして怖い顔で近づいてくるの？私を疑ってるの？私、普段とどっか違う？偽物っぽい？ブーキチを引っ張らないでお兄ちゃん。何するの？ブーキチをいじめちゃダメ。あ、もしかしてガテンが行きました。ブーキチさんです。ブーキチさん、というかそのハンマーの中にフォギーがいます。フォギーが入ったことによりプーキチさんの心、魂、そういったものがハンマーから弾き出されてたまたま近くにいた私の中に入ったんです。そういうことでしょ。辻褄が合います。居場所が分かりましたよ。出てきなさい、記憶の大精霊フォギー。お嬢ちゃん、悪いけどまた一瞬だけ体を借りる。おら、大精霊だかなんだか知らないが、俺のあやねを怖がらせるんじゃねえぞ。おひゃ、すっごい力しからぬ猛獣のような動き。あやね、それは俺じゃない。俺はここにいる。ハンマーから手離せ。こっちに来い。プーキチ、わかるよ。プーキチはそこにいる。いつも一緒だったから私にはわかる。感じるもん。プーキチはいつでも私に寄り添って慰めて守ってくれた。だから私や私の大事な家族を傷つけようとするこのハンマーはプーキチじゃない。あやねちゃん、ぬいぐるみのハンマーのプーキチをこっちに投げて。よくわかんないけどくるみの言う通りにするね。私はお姉ちゃんだからいつでもお願いを聞いてあげるの。ありがとう。いつもあやねちゃんがそういう風に思ってくれてるの知ってる。嬉しいから。私はそんなあやねちゃんが大好きだから。あやねちゃんを怖がらせる悪いやつはどっか行って。くるみちゃんが自分のハンマーであやねちゃんのハンマーを撃った。
モヤみたいなのが出た。あれが記憶の大精霊フォギーの本体。な、いけない。フォギーがクルミちゃんのところに向かってる。ハンマーを全力で振るった直後で姿勢が崩れてて避けきれない。ダメ、助けたいけど距離が遠い、間に合わない。タイミングバッチリ。さすが男の子、意外とタフだよね。起き上がってくるみちゃんを抱えつつ私たちを強化してくれた。ええ、いつも助かります。そんな優しく頼もしく愛おしいあなただからこそ恩返しがしたかったのに、こんなことになって申し訳ありません。いえ、謝罪は後にしましょう。フォギーが壁を破って市街地へ向かっていったようです。私たちも早く追いかけないと。うん、お兄ちゃん早く行こう。実体を持ちませんから、剣で切りつけてもあまり効果はありません。でも今なら。風のせいよこの歌に今宿りたまえ。早急の籠をまとう魂、我らと共に。風の精霊よ、私の声に応えて。皆さん、力を貸してください。私たちの日常を取り戻すために。白雪姫、毒リンゴをお食べ。あやねちゃんったら殺意を隠せてない。毒リンゴって言っちゃダメ。あ、そっか、難しいな。おいしいリンゴだよ、どうぞ召し上がれ。老婆の役にしては元気すぎるような。くるみは注文が多い。せっかくお芝居の稽古に付き合ってあげてるのに。ごめんね、本当に感謝してるの。どうか機嫌を直して。ほら、リンゴをあげるから。はい、ちゃんと謝ってくれたから許そう。いただきます。え、こんな風にさりげなく食べさせるべき。死ぬかと思った。くるみ、恐ろしい子。いつも仲良くしてるお姉ちゃんを容赦なく殺そうとした。いや、まさか死ぬとは思わなくて。だってこれ普通のリンゴだよ、毒リンゴじゃないから。あやねちゃん、急いで食べたから喉に詰まらせちゃった。お水汲んでくるね。本当にごめんなさい、お姉ちゃん。
くるみ、今私のことをお姉ちゃんって呼んだ？明日はクリスマスだもん。奇跡が起きたの。奇跡が起きないとくるみは私をお姉ちゃんって呼んでくれないの？ずっとあやねちゃんって呼んでたから、今さらお姉ちゃんって呼ぶのは恥ずかしいよ。いいけどね。私はお姉ちゃんだからわがまま言わないの。物分かりのいいいい子だからサンタさんもプレゼントをくれるよね。うん、きっと大人になってもずっと忘れない素敵なクリスマスになる。あの、すみません、お邪魔します。あ、チカお姉ちゃん、いらっしゃいませ。サレンディア救護院へようこそ。どうしたの、こんなイブの日に。あやねちゃん、相手は年上のお姉さんなんだから敬語で喋ろう。その理屈はおかしい。だって私も年上のお姉さんなのに、くるみは敬語で喋らないじゃん。家族を相手に堅苦しい喋り方をする方が変だもん。相変わらず仲良しですね、二人とも。うんうん、見てると和むよね。仕事の疲れが吹っ飛ぶ。あ、のぞみお姉ちゃんもメリークリスマスイーブ。イブって言いながらダイブしてきた。このパフォーマンスは舞台で使えるかも。真似していい？いいね、あやねちゃん、アイドルの素質があるよ。その気があるならカルミナに入りますか？え、いやいや無理無理、私身内以外には引っ込み思案のタイプだから。そうそう、こいつ内弁慶なんだよな。サレンディア救護員の連中とすらまともに喋れるようになるまで時間かかったし。今のってプー吉さんですか？どうも、その節はお世話になりました。おお、俺なんぞに律儀に挨拶してくれなくてもいいぜ。逆に驚いちまうよ。別に俺は何も大したことはしてないしな。ジョーちゃんたちと坊ちゃんが自分たちの力で勝ち得た結果だ。胸張って誇りゃいい。おかげさまで俺も元の鞘に収まれたしな。逆にお礼を言いたいぐらいだよ。プー吉さん、男前な喋り方なのに本当にクマさんなんですね。可愛いです。こういうのギャップ萌えって言うんでしたっけ、のぞみ。チカは浮世離れしてるな。どうでもいいけど、長居しちゃ迷惑だし、あんまり時間もないから用件だけ済まさない？そうですね。皆さん、年の瀬の忙しい時期に押しかけてすみません。今回は先日ご迷惑をおかけしたお詫びと、お世話になったお礼のために参上しました。お詫びとお礼の品と言ったら変な感じですが、のぞみと一緒にクリスマスプレゼントを選んだので、どうか受け取ってください。あ、嬉しい、ありがとう。そういえば、チカお姉ちゃん、サンタさんみたいな格好をしてますね。これ、こないだ着てた衣装ですか？ええ。私たちカルミナは、ここ数日間、クリスマスライブをしているのですけど、そのために、仲間の紬が用意してくれた衣装ですね。クリスマスっぽいので、ずっと着てます。私、形から入る方なので、のぞみは寒いから嫌とか言っていつもの格好ですけど。だってさ、私の衣装だけ妙に布地が少ないんだよ。あんなの風邪ひいちゃうよ。こないだ仕事を押し付けたから紬怒ってるのかも。お姉ちゃんたちはライブしてるんだ。せっかくのクリスマスイブなのに大変だね。
世間の休みはアイドルの書き入れ時だから、ライブだけじゃなくてあちこちのイベントに引っ張りだこでね。もうクタクタだよ。嬉しい悲鳴ですけどね。私が記憶の大精霊フォギーを再封印しに行っていた分、その埋め合わせをするためにてんてこまいです。自業自得ではありますけど、まったくもう今回は本当にお恥ずかしい限りで、悔いばかりが残ってしまいます。そんなの楽しい記憶で上書きしようよ。お姉ちゃんたち、これから時間ある？救護員のみんなでパーティーやるから混ざっていかない？うん、せっかく知り合いになれたんだもん、もっと仲良くなりたいな。アイドルの人たち相手にちょっとずうずうしいですかね。全然、そう言ってもらえてとっても嬉しいよね、チカ。はい、前言撤回します。悔いばかりが残るなんてとんでもありません。素敵な出会いと思い出が得られました。もしまたフォギーに襲われてもきっと忘れません。この胸に満ちた幸福感と雪をも溶かすぬくもりを、詩とメロディーが浮かびました。ちょっと書き留めてもいいですか？お、じゃあ早速楽譜に起こして新曲として次の舞台で披露しようよ。ファンのみんなにとってきっと最高のクリスマスプレゼントになるよね。お姉ちゃんたち楽しそう。本当にアイドルのお仕事が好きなんですね。仕事って感じじゃないな、生き様なんてね。偉そう、恥ずかしい。ううん、尊敬します。お姉ちゃんたちみたいになりたい。なれますよ、きっと。私だって先日まで自分がアイドルになるなんて思ってもいませんでした。戦うためだけに歌い、召喚師の技能として用いていて、小さな子供の頃の歌うのが大好きなんだっていう気持ちを忘れかけるほどでした。でも今は昔と同じか、それ以上に歌うのが大好き。あなたたちには好きなものがありますか？もしもあるなら、それを大事に抱きしめてずっと忘れずに磨き続けてくださいね。きっといつかそれは何にも代えがたい宝物になるはずです。好きなもの？ブーキチ、他の家族のみんなも大好き。磨けばいいの？ゴシゴシ。うわ、物の例えだと思う。本当に磨いちゃダメ。私ももちろん家族が大好き。それと最近はお芝居も。へえ、くるみちゃんってお芝居とかするんだ。そういえば幼児対抗したチカと遊んであげてた時のお姉ちゃん役は導入言ってたね。あれは忘れてください、のぞみ、故障ですから。まあ私もママとか呼ばれて変な気分になったから忘れたいっちゃ忘れたいけど、なんか不思議な感じだったな。そんなの想像もしてなかったから。私もいつかアイドルじゃなくなって普通の女の子に戻って、結婚して子供を作ってママって呼ばれたりするのかな。なんでそんなことを言いながらあの人の方を見るんですか？え、見てないよ。やだな、誓ったら変なこと言って、悪い子はお尻ペンペンするよ。サンタさんが来てくれないよ。はい、ごめんなさいママなんて。冗談はさておき、私たちは仕事柄劇団などとも交流があります。よかったら紹介しましょうか、くるみちゃん。ううん、大きな劇団に紹介とかされて、もし役がもらえても
私は緊張しちゃってガタガタ震えるだけだと思うから、身の丈に合った舞台を一つ一つ一生懸命頑張ります。そしてゆっくり成長して、いつかお姉ちゃんたちみたいにたくさんの人たちに夢を見せたい。寂しかったり、いろんなことが怖かったりする私みたいな子たちが胸を張っていいんだって思えて笑顔になってくれたら、ロスとして消えた私の両親もきっと褒めてくれるから。えらい、うん、いい子すぎる。サンタさんがたくさんプレゼントをあげちゃうね。はい、私たちが選んだプレゼントです。気に入ってもらえたらいいんですが、みんなの好みがわからなかったので、あの人に選ぶのを手伝ってもらったりしました。おお、お兄ちゃん、近頃ちょくちょく姿を消すと思ったら、お兄ちゃんはなぜかモテモテだから、他にもいろんな人と会ってたんだと思うどの人がお兄ちゃんと結婚して家族に、私たちのお姉ちゃんになるのかな。結婚する予定はないってば。まだアイドルを続けたいし。もう悪い子、年上をからかっちゃいけません。プレゼントをあげないよ。プレゼントは欲しい。意地悪しないでよ、泣いちゃうよ。ごめん、泣かせたくはないんだよ。みんなを笑顔にするからね。変に動揺すると逆にからかいたくなっちゃいますよ、のぞみ。誓ったら真面目でおとなしい子かと思ったら意外と茶化してきたりするんだよな。そういうことを最近だんだん知られてきて嬉しい。まあともかく、はい、どうぞ。メリークリスマス。これはくるみちゃんの分、こっちは君の分ね。君にもお世話になったし、渡さないのも変だからね。だから言い訳すればするほど突っ込まれますよ。アイドルの仕事は完璧にこなすのに、そういうところはウブで可愛いですともあれ、これはあやねちゃんの分、こっちはプー吉さんの分です。どうぞ、メリークリスマス。あれ、俺にもくれるのかよ。ありがとうな、ジョーちゃんプー吉さんはあやねちゃんのおまけではなく、一個の人格を持つ独立した存在のようですし、別々に違うものをプレゼントしたいなと思いました。あなた何なんでしょうね。不思議な存在です。フォギーと入れ替わってハンマーから弾き出されて私の肉体に入ったりしましたし、お化けか精霊のようなものなのでしょうか。俺は綾音の一番の親友で家族だよ。それだけで説明としては十分だろ。それよりもジョーちゃんたちは仕事を抜けてきたんだろ。あんまり道草を食ってたら怒られちまうだろうし、虐待のない話をしてないでパーティーを楽しんでってくれよ。気になりますけどね。まあ確かに今の説明で十分です。良い子を見守る優しいクマさん、あなたにも聖夜の祝福がありますように。ありがとうね、風吉にも普通に接してくれて。ケーキとかたくさん食べて。焼いたのはくるみだけど、私もデコレーション手伝ったんだよ。はあ、嬉しい。でも今はダイエット中だからな。冬は脂肪がつきやすいから糖分を控えないとその分歌って脂肪を燃焼させましょう、のぞみ。パーティーの余興としてもろもろのお詫びと感謝の気持ちを込めて歌います。聖なる夜を祝す尊き賛美歌を。え、私は賛美歌とかわかんないよ。
いつものカルミナの曲でいいんじゃない？教えてあげますよ。簡単ですから、皆さんも一緒に歌ってくださいね。メリークリスマス。あなたたちと出会い、こうして楽しい時間を過ごせることが、私にとって最高のプレゼントです。始めましょう。こんなにも危険な存在だったなんて。ですが、負けるわけにはいきません。お姉ちゃんは一人じゃないよ。プー吉にひどいことしたあいつには私がお仕置きしちゃうよ。本当は怖いけど、私も戦います。大切な思い出を奪うなんて絶対にしちゃいけないことだから。二人ともありがとうございます。記憶の大精霊フォギー、必ずあなたを倒し記憶を取り戻します。逃げ場はないわ。当然の結果です。だと思う？そう、クリスマスなんだよ。フォギーを倒して今年も無事にクリスマスを迎えられたのもあなたがいてくれたおかげです。私たちからのプレゼント受け取ってもらえますか？私たちが心を込めて用意したんだ。お兄ちゃんもきっと喜んでくれると思うよ。メリークリスマス。これからもよろしくね。フォギーの姿が消えていく。これで倒せたんだよね？いえ、フォギーの気配を感じます。この奥にまだいるようですね。この奥って、うわぁ、なんか出てきたよ。ここからは完全にフォギーの領域です。注意しながら進みましょう。嫌な雰囲気だよ。どうやらフォギーの力に惹かれて悪しき者たちが集まってきているようですね。大丈夫だよ。悪い子はみんな私がお仕置きしちゃうんだから。バカンスの邪魔よ。やはり先ほどよりも強い。二人とも油断しないでください。なんだか怖いよ。どんなに強くなっても私がやっつけちゃうんだから。クライス習った通りです。みんなが頑張った結果ね。ありがとう。近くで見るとすごい迫力。大丈夫だよ、くるみ。私やお姉ちゃんたち、それにお兄ちゃんだっているんだから。私たちは負けません。大切な思い出を、私たちの日常を取り戻すために。やるなら、クンクン。痛い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 。いけない子。やるなら、習った通りです。
の通りです。やるならカンカンを。そこです。もう一人の私を二人がかりで行きます。ミラーミラー、全力を出します。コスモブルーフラッシュ、ずぶ濡れにしてあげる。このまま、もっともっともっと受けかぶってください。花丸あげちゃうよ。大丈夫だからね、一緒に頑張りましょう。お返ししますね。逃げ場はないわ。冷たいやつ、こっちにいんな。チロチロ見るんじゃないわよ。挑戦します。みんなが頑張った結果ね。これぐらい余裕だったね。もうすぐ調子に乗るんだから。お兄ちゃんが私たちの力を引き出してくれなかったら危なかったんだからね。わかってるよ。というわけでお兄ちゃんに感謝のぎゅー。急にお兄ちゃんに抱きつくなんてずるいよ。ぎゅー。え、ちかお姉ちゃんまで。なんでもないです。それよりフォギーはまだ完全に力を失っていません。このまま一気に倒しましょう。